どうも、ソルトです。今回はクリスタルコンフリクトのランクマッチをやっていきたいと思います。で、まあこの前、橋の中で賢者を取ったんだけど、ちょっと賢者をさっきまで試運転してて、やっぱ使ってみた感じめちゃくちゃ強いね。で、まあ今回はちょっとその賢者の普通のそのランクマッチとして動画にしてみたいと思います。というわけで行ってみよう。さあやってきますか。相手は、風呂と侍。文句。まあ結構鉄板な構成かな。こっち側も十分強そうではあるね。うまくな。そうだね。相手の命令をうまくさばいてできるかどうかだな。ロット巻いて、バースト入れて、バースト入れて、ダメージ。ちょっときついかな。下がるべきかもしれん。 MP 的に。ロット入れて、黒やっときたいね。黒やっときたいね。痛い。生きてるけど、生きてるけど、これ死ぬかな。あー、やばい。あー、当たっちゃったなー。今のオブジェクトに当たったのが痛い。文字通り痛い。あー、なんダメージがでかいからね、あれ。ナイス。押してはいそうだね。ナイスナイス。かなり順調。これは押し切れんじゃないかな、どっかで。やりたいな。ロット、オッケー、ナイス。いやー、このリミット強いんだよね。あとね、案外理解してない人が多くて、不用意に入ってくる人も多いから。あー、いって、くー、ちょっとフォーカス受けたかな今の。もう少し早く判断して下がっとくべきだったね。あー、ナイス。これは惜しかってるんじゃない。おー、ナイス。いいね。さあ、押し切れるか、勝負どころ。もうちょいだね。いけるんじゃないこれ。あ、厳しいか。
ナイス。ナイス。今のリミットかな。やり方エグかった。ナイス。バスト。OK。 いいダメージ。ナイス。 GG です。あとね、賢者お手軽でめちゃくちゃダメージ出るんですよね。今回あんまりドット乗せれなかったけど、もう少し巻くことができたらかなり出るね。いや、なかなかいいジョブだと思う。さあさあ、今回は先生、学者、文句、竜騎士、忍者。うん、まあ、割と最近多い構成だよな。どうしようかな。これも本当にバーストダメージがやばいからね。いかにうまく立ち回るかやな。味方もまたこうちょっとサポート寄りかな。うまいことドット巻いて有利が取れるといいんだけどね。それ次第なところはある。オッケー、やれるやれるやれる。どこ巻いて。できればこいつもどこ巻いといて。バースト。逃げれた逃げれた。危ねえ。あー、リミットか。それはつらい。下がった方がいい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 。下がらないと多分きつい。生きれるかな、その学者の人。死ぬけどどうだろう、生きるかな。あ、くそ。もったいなーい。あそこに運ぼう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 。ナイス。いや、我ながらいいリミットだったと思う。死ぬか。うん、生きた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 。
あれはほっといていいね。前出た方がいい、前出た方がいい、前出た方がいい。バスト？ナイス。ドット巻き？ダメージ？ナイス。一人来たね。もう一人来るかな？三人ぐらい来そうなところ。ナイス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 。よかったー。GG です。ダメージはそんなに出てないね。ちょっとまだまだ甘いかな。ドット巻きが甘いかなっていう印象ある。あとこのね、プネウマのバーストが少し回しきれてないのがあって、ちょっとそこ改善していきたいですね。そしたらまたこれからちょっとこのクリコンシリーズは上げれるだけ普通に実況動画として上げていこうと思うんで、まあ、よかったらまた見てください。では、見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。ではまた。